2014年、大阪府で親戚宅へ遊びに出かけた男子高生が失踪するという事件が発生しました。30分くらいしたら戻ると伝え外出。しかしその後に足取りは途絶え、自転車はバイト先の駐輪場に放置されたまま、携帯電話の電源は切られ、有力な目撃情報も寄せられず消息はつかめていません。彼の身に何が起きたのか、男子高生はなぜ姿を消してしまったのか、今回はわずかな手がかりを追いかけた服部康平さん失踪事件を解説します。まずは事件概要からご説明します。2014年7月11日、大阪府大阪市旭区森小路2丁目の千林大宮駅近くに住む高校2年生服部康平さん、当時16歳が遊びに訪れた大阪市宮古島区間町のお自宅を出たまま行方不明になりました。午後6時頃、自転車で自宅を出た康平さんは約 4km 離れたお自宅へ到着。そこで4時間ほど過ごし、午後9時30分頃携帯電話で話した後、友達に会いに行く、30分くらいで戻るからと言い残して外出。この時携帯電話を持ったまま姿を消しています。おじによればいつもと変わった様子はなく、海に行く予定を話していたそうで、家出するような素振りも感じられなかったと、さらに誰に会うか告げられていませんが、相手は女の子だろうという印象を持ったそうです。ところが伝えられた30分を過ぎても戻らず、おじは午後10時ごろ彼の携帯電話に連絡しましたが、電源が切られており、詳しいやり取りは判明していないものの、おそらくおじから康平さんの自宅へ連絡が入り、家族から警察に捜索願いが提出されたと考えられます。警察は微弱電波や GPS の追跡を試みるも位置情報は拾えず、母親によれば午後10時45分ごろアルバイト先で友人女性と会い、15分ほど話して11時に別れたという情報もありました。警察の捜索でアルバイト先のスーパーライフケマ店で放置された自転車が発見されるも、本人は見当たらず、行方につながる手がかりは見つかっていません。母親の話では彼は普段からお風呂に入る時も携帯を手放さない依存症、つまり電源が切られたということは何らかの事件に巻き込まれた現実を意味します。では康平さんの特徴をお伝えします。身長170cm、 体重 55kg の痩せ型、失踪当時は赤茶色の短髪で、ピンク色の半袖 T シャツとグレーのジャケット、青いズボンと白ベースに赤と青を含めたデッキシューズ、ロックロゴのシルバーネックレスを身につけていました。彼はどこへ消えたのでしょうか。ここでは康平さんの行方に関係するかもしれない情報をご紹介します。康平さんは不良少年グループに所属していました。これは絶対ではありませんが、彼を心配する複数人がブログや X に書き込んだ過去の言葉から推測され、今後削除される恐れはあるものの、高い確率で当たっていると思われます。康平さんの身を案じるグループに所属した S は2015年7月16日に少年鑑別所へ入り、家庭裁判所の審判を経て保護観察処分となりました。 S は彼より2歳年上で行方不明になった後輩を心配しており、この投稿が表に出た時、康平さんはまだ家出のような状態で考えられていたのです。しかも知人が千葉県松戸市の市議会議員へ連絡し、議員から情報提供を呼びかける投稿も確認されますが、全く行方をつかめないまま約10年過ぎています。噂によれば彼は別の不良少年グループに所属する男に命を奪われたと、理由はお自宅で電話した相手女性をめぐるトラブル、彼女に呼び出されスーパーの駐輪場で待ち合わせたのではないでしょうか。憶測になりますが、女性は別グループの男と交際していた。しかし康平さんに乗り換えた、あるいは浮気のような状態で、それが男に露見して制裁を受けたのかもしれません。母親の話に午後10時45分ごろアルバイト先で友人女性と会い、15分ほど話して11時に別れたとありますが、この話は事情を聞かれた女性による嘘、もしくは本当だったとして、彼女は交際相手の男に康平さんを呼び出せと指示され従ったけれど、男がどのように始末したか怖くて聞けず、真実を言えなかったのではないでしょうか。もしかすると制裁を加えただけでとどめは刺さず、衰弱したままその場に放置、いわゆる焼きを入れた状態で彼は生きている可能性も否定できません。
身を隠すために失踪したことにしよう。すべての人間関係を断ち、誰にも連絡しないように努めたとも考察できますが、仮にそうだとしても約10年潜伏できるとは思えず、手にかけられたと考える方が自然です。大阪市西成区萩の茶屋にあるハローワークで目撃したという証言がありますが、母親や知人はその情報を頼りに付近を探しても手がかりは得られませんでした。西成愛林地区は皆さんご承知の通り、大阪市の中で最も治安に不安のある地域です。現在ディープな街として注目され、整えられた観光スポットも存在しますが、それは表に出せるエリアだけで、裏通りに足を踏み入れると販売され犯罪の温床となっているエリアも珍しくありません。そのため理由を聞かれず日雇い労働者として採用され、気づいた人がいても通報しなかったという見解もありえますが、彼は失踪当時16歳、多感な時期におとなしくとどまって暮らせるほど落ち着いておらず、友人や仲間との縁を断ち切って生きられるほど単独行動を選べない。したがって約10年発見できないのは男によって連れ去られ、暴力を加えられ生き絶えたという結論に至ります。続いて事件に巻き込まれたであろう根拠をお話しします。母親によると、普段からお風呂に入る時も携帯を手放さないほどの依存症だったという部分です。おじが電話をかけた午後10時に音信不通だったのは、脅されて公平さん自ら電源を切った、または没収されて男に切られた、あるいは電話相手の女性が男に命令され切ったとしか思えません。なぜなら一般的に携帯電話の電源を落とすのは、学校や公共交通機関、公共施設や冠婚葬祭など周囲へのマナーが問われる場所で行われます。そのため 100% プライベートな夜間で周囲に人がいなければ電源を切る意味はないでしょう。お自宅の正確な位置は明らかではありませんが、彼のアルバイト先であるスーパーライフケマ店はお自宅と同じ町内の大阪市宮古島区ケマ町2丁目に存在します。当時と変わらなければ営業時間は午前0時まで。携帯電話の電源が切られ、自転車を止めたとみられる午後10時は買い物客もいたと推察できるため、公平さんは力ずくで連れ去られたのではなく、脅された状態で自ら車へ乗ったのではないでしょうか。駐輪場は白北公園通りと呼ばれる4車線道路に面しており、壁はガラス張りになっているため、この状況で抵抗して騒げば買い物客や従業員に目撃されたとしてもおかしくない。人目につかないよう表ではなく出入り口から離れた裏の駐輪場へ止めたとすれば、強引に連れ去ることもできますが、裏は道路を挟み15階建てマンションに隣接しているため、大声で叫べば住人に聞こえます。この辺りの情報も存在しないことから、公平さんは押し込められたのではなく自ら車に乗り込んだのではないでしょうか。危険を感じるなら行かなければよいのですが、相手は自分よりも大人、脅しに抵抗できるほどの度胸を持ち合わせておらず、従うしかなかった。ある程度の覚悟は持っていたかもしれませんが、まさか手にかけられるとは想定していなかったのでしょう。おじに30分くらいで戻るからと伝えたのは、彼女から話があると呼び出され、すぐ終わると考えていたから。しかし現場には予想に反して女性と深く交際していた男が現れた。16歳の彼にとって逃げる場所はなかったのかもしれません。警察はどこまで捜査していたのでしょうか。ここからは行政組織の弊害も含め現状を考察します。携帯電話の電源が切れた件を挙げれば、素人でも事件性を疑います。当然警察も疑念を持ったと考えられますが、公平さん失踪事件の担当窓口は大阪府朝日警察署、自転車が放置された宮古島警察署ではありません。家族からの捜索願いは居住地である朝日警察署に提出されたので、この辺りは致し方ありませんが、朝日警察署の捜査員は最後の現場と思われるスーパーライフケマ店の周辺を入念に調べたのでしょうか。管轄が違う、彼の素行から予想すると家出かもしれない、女子高生ではなく男子高生だからという理由で捜索を打ち切り、一般行方不明者リストに名前を掲載して終わったかもしれない。無論捜査は現在も継続中で、情報提供を募っていますが、遺体が発見されたわけでなく目撃情報も集まらない。ましてや失踪現場が管轄外かもしれない事件であれば、
気になることを思いついたとしても勝手に進められません。合同捜査であれば話は別ですが、管轄外の現場を捜査するには様々な根回しや手順を踏み、許可が下りなければ不可能、すなわち許可されなければ遺留品である。自転車が発見されたスーパー周辺ですら調べることはできないのです。現状はどうあがいても浩平さんが失踪しているだけ、事件に巻き込まれた証拠もなく、行方につながる手がかりすらつかめない、どこをどう探せばよいかわからない状況ではないでしょうか。これが子供であればスーパー周辺の聞き込みや防犯カメラ映像の確認、タイヤ痕の採取など物的証拠を発見するために総力を挙げたでしょう。早く初動捜査すれば他の遺留品も見つかったかもしれない。しかし彼は16歳の男子高生で、携帯電話の微弱電波や GPS の位置を追跡できないだけでは、命の危険が迫った事件に巻き込まれたとは断定できず、捜査は難しかったと考えられます。ただし、おじに30分で帰ると告げた言葉が嘘でなければこれは事件です。もちろん 100% 家出ではないという根拠は示せませんが、家出するほど切羽詰まっているなら、おじの自宅で4時間もくつろいだりはしないし、楽しそうに海へ行く予定を話したりもしないでしょう。お自宅で過ごしていた時は間違いなく平和な日常、帰るつもりのところを帰れない状況に追い込まれたのは、スーパーで会っていた女性が関わっている。その女性の背後には男が存在している。しっかり人間関係を洗い、女性を事情聴取していれば浩平さんとの接点も浮かび上がったはず。そこからたどれば彼を発見できたのではないでしょうか。最後に一つ、浩平さんが連れて行かれた場所を予想します。男は車で移動したと思われるので、範囲は限りなく広がるものの、空き家や使用されていない倉庫へ監禁して暴力を振るい、そのまま朽ち果てたため、誰にも発見されなかったのではないでしょうか。または不良グループのたまり場である家やお店で命を奪い、山や川へ遺棄されたのかもしれません。ただし、大都会である大阪市での遺棄は簡単ではなく、失踪したと思われる現場近くの淀川や支流となる木津川へ捨てればすぐ発見される。そうかといって山へ運ぶにしても遠くまで行かなければならず、現実的に考えて廃墟となった倉庫や旅館での監禁、警察でも簡単に立ち入れない個人宅の庭に埋めたのではないでしょうか。そこに問題があったからトラブルに巻き込まれても仕方ない、恋人を奪ったのが事実なら自業自得という声も聞こえそうですが、命をもって償う内容ではありません。この世界に命より大切なものは存在しないのです。この事件は捜査中と言いながらほぼ手がつけられておらず、有力な情報が寄せられることを願うばかりです。服部浩平さんが発見されることを心からお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。あなたはこの事件をどう感じましたか？